皆さんおはようございます。フトチョペルチ先生改め、トイボックスリョウです。今日はですね、私いろいろ車に乗るんですけども、その中で下駄代わりに使っている、車をちょっと紹介したいなと思います。これです。ポラリスレンジャー XP900 という車なんですけども、エンジンはですね 900cc で、皆さん分かりやすく言うと原付自転車、まあ、あのスクーターですね、思い出してもらえば分かるんですが、あれ遠心クラッチなんですよ。エンジンが回転することによって、プーリーの方がですね、外側の方に回ってって、でドライブベルトを回して、そのエンジンの動力をタイヤの方に、移動させていく。で、まあ車が進む、まあ遠心クラッチで動いてます。オートマチックです。で、これね、もう非常に、乗りやすくてですね、まあ難点といったら、クーラーがこの時期ついてないのが結構厳しいかなっていう、感じですよ。で、これをね、今日 GoPro Max を使ってね、ちょっと GoPro Max の、ことを紹介するのは今更遅いんですけども、なんせね、GoPro Hero 8 の方のね、ディスプレイモジュラーの方が9月、まあ、8月末になっても、まだデリバリーされる気配がなくて、もうつまらんということで GoPro Max を買ってみたんです。で、遅まきながら、どんな感じで撮れるのかっていうのをちょっとこうテストしてみました。まあこんな感じですよ。ちょっと走らせてみますね。まあ下駄車なんでね、ちょっと近所に野暮用で、このポラリスレンジャー XP900 で出た時のものをですね、 GoPro Max で、まあ上空の方から撮ってみた動画です。いや、しかし GoPro Max 面白いですね。こうやって見るとポラリスレンジャー XP900 を、まあ、運転するのも、楽しくて便利なんですけども、それをこう簡単に、GoPro Max は一部上空から、普段は見えないところから切り取って見せてくれる、とても面白いカメラです。そうですね、こんな感じ、敷地内をちょっと走ってる風景を撮ってみました。で、今回は今日ですね、ポラリスレンジャー XP900 の紹介と、まあ、それに付随して GoPro Max の方で、撮影する実験を、まあ、合わせ持って、やってみました。ご視聴ありがとうございました。明日ね、ジェットサーフィンの方を第2回目なんですけども、乗ってきて撮ってきます。で、それをまあ明日上げるのがちょっと時間的に厳しいんでね、帰ってくるのが遅くなると思いますので、また後日その風景も上げさせてもらえればと思います。もし気に入っていただけたら高評価、もしくは登録の、チャンネル登録の方をお願いします。